気楽そうな服。そういうのもいいわね。動きやすい服がいいっていう、オリエのリクエストを見事に反映させたね。さすが職人、アマネ。よく似合っていると思うわ。ありがとうございます。んなんだ、アマネ。お前も私服買いたくなったかおい、これから2時間コースかまさか。なんか、不満そうだな。不満。 ことはないんだけどねもっといろいろ似合う服もあるから試してみたかったのにこだわりはないから早く済ませたいってパパッと決めちゃったからあまあね着たい人が選ぶ服が一番だからね結局もう各カアの服十分選んだんだし天音の仕事いいよ <laughs> 終わったんだよでも似合ってるしいいんじゃないかあとはノアだなノアの,のね <laughs> <laughs> ドナルドダックで収まるからね <laughs> そうだねお手柔らかにお願いしますノア <laughs> 頑張れ <laughs> そして合流したという形かさあじゃあ2人の服が選び終わったわけなんだけどとりあえず休憩がめちゃくちゃ気になるんだよねもうこれどうせパパート終わるんだろうけど選択肢が用意されてるってことは何かイベントがあるに違いないということでとりあえず休憩行ってみましょうか 任せる。っていうか、俺はちょっと別行動。どうしたの喉が渇いた。飲み物を買って、というか、飲んでから合流するよ。<laughs> お前まさか2時間ずっと飲み物を飲み続ける生活始めようとしてないか <laughs> あ、飲み合った頃に終わればいいか、みたいな。任せっきりにはしないから、すぐに合流する。約束だ。あ、なるほどね。ちゃんと帰ってくるんだ。本当に喉乾いたタイプか。ふふふ。 一階にあるコンビニで小さいサイズのお茶を買った。あ、コンビニまであんのショッピングモールってコンビニあったっけどんな店やねあ、はあ、一口飲んで喉を潤してからペットボトルの蓋を閉める。さてと。あれリックンあ、ふみかじゃん。私服ふみかかわいい。おへそが、<laughs> おへそがすごいことになってる。なんでこんなところにいるんだこいつ。えあ、ふみかさん。珍しいところであったね。何買い物の付き添いかな。ああそうなの友達と一緒なのか。よかった。おい、お前。<laughs> <laughs> 見た目で判断すんじゃねえよ。陰キャボチ童貞だって。失礼なやつだな。友達の一人や二人ぐらいいるわい。そういえばもうここ最近、ノアとかカクはオリエが猛威を振りすぎて、クルミたちが息してない <laughs>。ワンチャンこのショッピングモールでクルミたちに会えるかなと思ったけど、まさかのフミカだったね。よかったって何どういうこといや 実を言うとちょっと心配してたから、りっくんってクラスで浮いてるわけじゃないけど、あんまり特定の誰かと仲がいいってわけじゃなさそうだったから。ああ、グループには属してないんだ。一匹狼的な。それは確かに不安になるね。しかもただの生徒じゃないもんね。ふみかからしたら、主人公はこんな風に一緒に買い物に来れる友達がちゃんといたんだね。うざいな。こいつ <laughs> 煽りにしか聞こえねえ。こんなに可愛い笑顔なのにそんな風に見られていたのか俺って思ったけど、そんな風に見られても仕方ないか。教室の中だと井上とか。と話す けど休日外で一緒になるかってなるとそういうわけでもないし今日だって友達と一緒ってわけじゃないしなぁ、まあ、男友達とショッピングモールあるって何が楽しいんだってところもあるからねあんま休日遊ぶってことないだろうけどもしかして俺寂しい人間なのでは自覚なし <laughs> いや君くるみたちに話しかけてもらってるからなんか陽気の皮かぶってるけど結構いい気だと思うよどうしたの？てめえの言葉のせいでちょっと悶々としてんだよこっちはみか <laughs> こそなんでここにいるいやちょっと人生について考えてた思う <laughs> ショッピングモール、ね なで人生について考えんな <laughs> ん。気にしないでいいよ。俺よりもふみかさんは？やっぱり買い物？そう。最近靴がダメになっちゃって。どういうこと？<laughs> 靴がダメになるってどういう履き方してんの？あー興味な。消えたんだからもうちょっと深掘りせよ <laughs>。 <laughs> なんだ、ふーんって。ふみかさんって、学院では落ち着いた雰囲気だけど、お、これ全身見れるパターンか私服は全然雰囲気が違うよな。あ、全身見ましょうあ、かわいいおほえわ、まじかホットパンツかエロいえ、靴ダメにしちゃってっていう割に、ちゃんとダメになりそうなサンダル履いてる。どうかしたいや、大したことじゃないけど、服よりも肌の面積の方が大きくねって <laughs> 当然の疑問だよな。ふみかさんは服ってどうやって選んでるの服え、え 変私のセンスっておかしい、おいちょっと横向いたらエッチすぎだよ、フミカ。<laughs> 何そのひし形。エロ。そんなことは全く言ってないって。<laughs> ちょっとね、陰キャぼチ童貞って遠回しにディスられたからね。こっちもやり返しじゃないけど <laughs>。俺なんかは適当に服を選ぶけどさ、他の人はどういうことを考えて選んでるんだろうってさ、フミカは買い物長いタイプなのかな今日も服を買いに来たんだよ。ああ、そう。 ことかって言われてもあんまり考えてるってほどのことはないけど女の子のそのセリフ絶対信用できないんだよな <laughs> 男化したらそれ十分考えすぎだろうっていうレベルだからな自分が可愛いと思ったものを買って例えば上着を買ったならそれに合わせたパンツも一緒に買ったりとか,なか長くなりそう <laughs> めちゃくちゃ服選びのこだわりを話してきそう。ああ、なるほどね。<laughs> だからさ、<laughs> お前興味を失う早くね。<laughs> 毎回お前が質問して変な適当を返すんだから。タチ悪いぞ、それ。ちなみにりっくんはどんな風に買ってるのあんまり組み合わせとか考えないキラーパス出すな、お前。りっくんが服選びにそんな脳を使うわけねえだろ自分では考えないかな。余裕があって全身揃えたい時はマネキン買いとかしてる。マネキン買いできるのもすごいけどね。相当スタイルがいい証拠だからね。チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ